待ち合わせに遅れちゃう。急がなきゃ。お姉さま見つけましたの。お姉様ったら、このような場所でハレッチな。私個人としましては嬉しいのですけれど、やはりジャッジメントという立場としましては。バカ言ってないで立ちなさいよ。あら残念。ウィハルもサテンさんもとっくに来て待っていますわよ。急ぎましょう。お姉様ったら照れ隠しですの。ああ、暇だわ。暇すぎる。ここんとこ暑苦しい日が続いてるわね。でもエアコン頼みを続けていると、それはそれで体に悪そうですのよね。お、だったらどうです、例のあれ。こういう無理やりな冷風じゃなくて、もっと心の方から涼しくなる伝統的な例のあれ。サテンさん、お化け屋敷とかじゃないですよね。お化け屋敷の怖さは、お化けを信じる信じないとはあんまり関係ないと思うけど。誰だって暗闇で真後ろから大声出されたら驚きますわよね。違います。お化け屋敷にまつわる話もあるけど、今はボツ。第6学区の遊園地はバカ高いから、暇つぶしにしちゃイベントが大きくなりすぎますし。じゃあ何なの。その名も殺人トンネル。殺人トンネル？学園都市のどこかにある細いトンネルは、猟奇的な人の巣窟になっているらしいんですよ。入ったら最後、生きて出ることはできない、ベリーベリー恐怖空間になっているんですって。ほら、自由研究にぴったり。また都市伝説なんですね。その話が本当なら、とっくに私たちの耳に入っていますわ。一応これでもジャッジメントの腕章をつけていますのよ。条件は確かいろいろあって、普段は大丈夫なんだけど、時間が関係してるっていうか、なんだっけ、黄色いタクシーに乗ってると危ないっていうか。サテンさんもよく分かっていないじゃないですか。もしかしてそのなんとかトンネルの場所もわからないとか。その辺も足で調べるのが面白いんだけどな。じゃああれだ、芸術関連の第9学区、公園で似顔絵描きをお願いするとモデル事務所からスカウトされるって。このクソ暑い中、第9学区まで行って似顔絵描く間ぼーっと突っ立ってろって。じゃああれですね、元アスリートの三好佳子が豹変して怪人に。それはドーピング疑惑で消えただけですわよ。だからさ。でも。おっす、あんたたちファミレスで宿題でもやるの？外は暑いもんね。ノーパンじゃない、いらないことを覚えてるわね。なんだよ、あんたもいたのかよ。何かいちゃまずい理由でもあんの？何
んでもねえけどよ。こっちのテーブル来んなよ、秘密会議すんだから。秘密会議ね。お姉ちゃん、ジャッジメントの人なんだよね。そうですよ。どうかしたのかな。あの、私、狭間谷かなです。ああ、これはご丁寧にありがとうございます。あの、私はウイハル飾りです。はじめまして。で、私にお話って何？カナ、ダメだって。秘密会議なんだから。うん、でも。大体、一番危ないのはお前なんだぞ。ちゃんと分かってんのかよ。そうだけど。美坂さん、今の子たちって知り合いですか？そんなとこ。普段からお子様っぷり全開のお姉さまにはぴったりのお仲間ですわ。うるさいわね、ほっときなさいよ。お姉さままで秘密会議とやらに参加するつもりですの？あの子たちの様子がちょっと気になったのよ。秘密会議ってのもなんだか楽しいって感じじゃなかったでしょ？確かに、どちらかというと必死な感じでしたね。一番危ないのはって言葉も気になるし。わかります、わかりますよ。秘密って言われるとそれだけで興味が出てきますよね。そういうことを言ってるんじゃないんだけどな。切られたとこ見せてみろよ。うん、これ見てくれる？し、あの子たち何か話し始めた。ここほら、左右で長さが違ってるでしょ。やっべって、これ絶対ハサミだよ。じゃあカミキリムシって本当なんだ。空き地で居眠りしているところにハサミ持って近づいてくるとかシャレになってねって。だから空き地なんか行かないで公園で遊んでようって言ったのに。あれって何の話？あれは空き地のカミキリムシの話題みたいです。空き地のカミキリムシ？何それ。私はそんなにって感じですけど、もっと低い年齢層で流行ってる都市伝説ですよ。空き地で遊び疲れて居眠りするとハサミを持った女が近づいてきて髪の毛を切られるって。あの子の髪、左右で長さがちょっと違いますよね。それに切り方もなんだかすごくいびつな。ってことは実際にそのカミキリムシってのが現れたのかな。おやめになった方が賢明ですわ、お姉さま。所詮は都市伝説ですし、相手は子供ですから。何よそれ。注目を浴びたい子が自分で髪を切ったと、そう考えた方が自然ではありません？何でもいいわ、話を聞くだけならただなんですね。なんだよ、秘密会議って言っただろ。ねえねえ、カミキリムシが苦手なものを教えてあげようか。バカ、話に乗るな。
この弱点はね、空き地のカミキリムシならダッシュで逃げていくんだ。でもゴミ置き場のカタツムリだと逆に追いかけ回されるからな。最新情報だよ。そこらで流れてるいい加減な噂じゃカタツムリにも追われることになっちゃうよ。ちゃんと出会ったのがカミキリムシだってわからないと危ないんだけどね。カミキリムシだってば。そっかそっか、やっぱりカミキリムシなんだ。はあ、行っちゃった。教えてくれる？そのカミキリムシのこと。わかったよ、話すよ。